めましたキャノンクリエイターソサイティライブ Day3、セッション7ということで、これがファイナルセッションになります。3日間、11月1日からやってきましたキャノンクリエイターソサイティライブですね、ご視聴いただきありがとうございました。最後の回はキャノンクリエイターソサイティライブの作り方というタイトルになっております。出演いただくのは UW インクの押川健吾さんと福島慎之介さんです。今回で3回目となるキャノンクリエイターソサイティライブを、第1回目のですね、最初の時から一緒に作ってきたチームになっております。このライブイベントの配信に至る経緯やこういった演出意図ですね、こだわりのたくさん詰まったライブ配信になってますので、その裏側をいろいろとご紹介していきたいというふうに思っています。それでは始めていきましょう。お疲れ様でございます。お疲れ様ですUW リンクの押川健吾さんと福島慎之介さんの2人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここに立つと緊張しますね。あ、そうですか。やっぱり、このライブをね、作ってきたメンバーということで、企画、演出、運営、全てですね、統括してやってきたんですけれども、その反省会をしようじゃないかと。そうですね。裏側の話をご紹介 しながらお話をいろいろさせていただけたらと。よろしくお願いします。いうふうに思ってます、ね、大丈夫ですか。大丈夫ですか。疲れが。いやいや、さすがにこれだけのですね、豪華ゲストに出演いただいて疲れてはいませんよこれが最後なんで、ね、そうです、そうです、はい。時間もないんで、もう見せれるだけ裏側を見せましょう。はい、そうですね。まずはちょっとその前にですね、やっぱ UW インクのお二人 の会社のこととかね、お仕事のこととかっていう、ちょっとご紹介をやっぱり、していただきたい。CM やミュージックビデオを主に作っている。そうですね、最近はありがたいことに。どれぐらいですか、会社を立ち上げてから。会社立ち上げても今年で5年目になります。はい、あ、そうですか。どうした5年目になります。なるほど。はい、会社になる前から、はい、2、3年前ぐらいから福島とは一緒に映像を作って遊んでて、はい、それから考えるともう10年ぐらい。なるほど、ね、長い付き合いですね。そうですね、映像をやらせてもらって、もともとチームとチームで形でやってきて、今会社として、たくさんクライアント案件、CM だったり、そうです、ね、ミュージックビデオを作っているという。ありがたいことに。ぜひちょっとリール、そうですね、はい、UW リンクのリールをご紹介いただけると。ちょっと簡単にリールの話だけしとくと、はい、会社にしてから2016年だっけな、2016年ぐらいですね。16年から、はい、皆さんやっぱり映像フリーでやられてる方も、会社であったりとか、はい、デモリールとか作られると思うんですけど、はい、我々は結構そのデモリールを作るのが趣味と言ってもいいぐらい楽しんでやってるんですけど。ああ、いいですね、はい、そのために仕事してるぐらい。デモリールのために1年やってるぐらいですよね。仕事があっての、総括したデモリール。情熱がこもってます。なるほど。毎回そのデモリールを作るときに、オープニングにちょっとしたストーリーを入れたいなと思って。あ、なるほどなるほど。オリジナルの。そうです。で、わざわざデモリールのためだけに撮影をして、デモリールのためだけにオープニングを作って毎年やってると。で、今から流すのは2020年のデモリールなので、ストーリー的にはちょっとね、もう途中から途中からになっちゃうんですけど、ちょっと気になる方は皆さんホームページから。そうですね。あ、続きものなんです。続きものなので。あ、なるほどなるほど。じゃあちょっと流してみます。
はい、はい、ありがとうございます。そんな UW リンクということで映像を見ていただいた通りなんですけれども、はい、今回で3回目になるキャノンクリエイターソサイティライブ、今回も作っていただきまして、いかがですか、反響とかあったりするんでしょうか。1回目をやった後はものすごいいろんな人に見ましたよみたいな感じでお声掛けいただいて、かっこよかったよみたいな、ありがとうございます。我々もありがたいですね、はい。そもそもなんでキャノンクリエイターソサイティを始めたのか。そうですね、キャノンクリエイターソサイティは、インスタグラムのアカウントで、はい、立ち上げたんですけれども、やはりその映像制作っていう、分野といいますか、仕事っていうことにおいては必ずしもそのメーカーだけの情報とかカメラとレンズだけの情報とかでは完結しないことがやっぱり多いというか、現場で思っていて、はい、このようにですね、今前に、置いているヨッシー70もDJI の RS2 に、セットアップされていて、いろんな V マウントのバッテリーとか、ボルト飛ばしとかも入れながら、実際仕事で使っていらっしゃるっていうのがあるように、必ずしもキャノン製品で完結しないっていうのがやはり、はい、やっていて分かっていたので、どんな情報を発信したら価値があるのかなって考えると、やっぱりそのキャノン製品だけの情報じゃないクリエイター目線の情報をやっぱりなんかご提供できるなんかコンテンツというかものを、作りたいっていう思いがありまして、それで、はい、立ち上げたというような経緯になってます、はい。このソサイティライブは何で始まったんですか。はい、ライブはですね、オープニングとかでもお話しさせていただいているんですけど、コロナ禍になったっていうのもあって、はい、やはりその実際にその機材を触っていただいたり、こうセミナーみたいな感じでこう人を集めてなんかお話しするみたいな機会もやりにくくなった中で、我々だけじゃなくいろんな業種の方とか企業の方とかがライブ配信というスタイルでこう情報を発信するような世の中に急激になっていったと思うんですよね。なので我々としてもやっぱりライブ配信で、情報を発信するようなことをやりたい、でそしてキャノンクリエイターソサイティというものをこうリアルに体現する機会っていうのを作りたいっていうところから始まってます、はい。それを僕らに依頼してくださったと。そうですね、ご相談という、形で、以前からインタービーとかリアルのイベントがあるとご出演いただいたりとかしておりましたっていうのもありますし、UW リンクのクリエイティブというのもたくさん拝見させていただいて、いろんな情報交換させていただいた中で、何かこう一緒にものを作るというか、っていうことができたらなっていうような感じでご相談は、はい、ありがとうございます。それで言うともすごいチャレンジングなことをしたなって気がしますよね。僕らはもともと配信は全くやったことない、はい、配信って割とちゃんとしないといけないものだと思う、今も思ってますけど、ちゃんとしてますよ、もちろん、はい、3日間ちゃんとしましたけど、でもちょっと頼まれた以上はこう今までにないものをやりたいなって、今までこう基本やっちゃいけないっていうことが、キヤノンだと許されるじゃないですか。カメラを出してもいいし、撮影風景裏側とかも入れつつ配信してもいいみたいな、これ今まで見たことないだろうなと思って、はい、1回目、今回もちょっとそういうコンセプトでやらせてもらいました。そうですね、キャノンクリエイターソサイティっていうのは先ほども申し上げたように、やっぱりユーザー目線でっていう情報発信を心がけたいって思っていたので、じゃあユーザーってどんな人かって考えると、やはり、プロの映像制作者の方たち、撮影部の方だっているでしょうし、クリエイティブチームの方だっているでしょうし、フリーでやってるビデオグラファーの方もいるでしょうし、そういう人たちがどんな情報が欲しいかなとか、どんなこういうライブイベントだったら楽しいかなとか、フィルムメーカーのためのなんか内容というか企画にしたいっていうのもありましたし、でも結果としてはすごい反響も良かったんで、良かったですよね。内容もね、
すごい全部 見てますけど、うん、やっぱ面白いし、なんか普段聞かないですからね、わざわざクリエイターの人に、うん、裏側にやっぱスポットライトが当たってるのがやっぱいいですよね、うん、普段は、まあ、あとはそのキャノンらしいものにしたいっていうのはやっぱりありまして、うん、ライブ配信という手段は今誰しもが行っている、うん、手法というか、はい、ライブ配信の映像たくさんどこでも目にするとは思うんですが、やはり我々キャノンとして、ましてやこういった EOS ですとかシネマ EOS の、まあ、PR も兼ねたような配信をするということはやはり、うん、まあ、キャノンらしい、まあ、独自のものにしたいっていうこだわりは、はい、ありまして、まあ、ご相談した時もそういうお話を、そうですね、はい、させていただいたかと思うんですけど、もうちょっと時間もないんで早速、はい、舞台裏を見せちゃってもいいですか。お機材等々、うん、そうですね、もうなんかここ、ね、生かしたメンバーを紹介しても、はい、小綺麗なステージを映してるだけじゃなくて、ね、そうですね、少し裏側のここはやっぱ大事なの機材をご紹介するとす、ね、皆さんが見たいのも機材だと思うんで、はい、まあ、一旦はちょっと、はい、福島さんちょっと行ってみましょうか、はい、まずカメラから、はい、矢作さんちょっとカメラの説明してもらってもいいですか、はい、こちらがですね EOS C500M2 に、EF レンズの70-200を装着してます。2.8 ですね、はい、EF ですこれは、はい、はい、で、まあ、上手から打ってるものも、はい、はい、こちらもそうですね EOS C500M2、はい、これも EF、はい、EF の70-200をつけてるカメラです。これはあのさっき上田ですね、出てきた上田です、はい、ありがとうございます。センターカメラですね、これはフィックスで、はい、置きっぱなしにしています。 14.560 をつけて、こちら C300 ですね、はい、EOS C300M3 に CNE14.560 という、はい、まあ、シネマ のトップエンドのズームレンズを装着してますね、うん、見た目がかっこいいですよね、もうね、うん、はい、でちょっとドリーのドリーですが、ドリーのカメラ、はい、本間さんですね、本間さん、はい、こちらも EOS C300M3、はい、にCNE の30-300というこちらもトップエンドのズームレンズ、はいはい、全然止まってくれないですね、はい、これまたその30から300までいけるっていうのがすごい使い勝手が良くて、はい、しかもそのドリーに乗せての望遠で撮る絵がすごいかっこいいんですよね。そうですね、こういったやっぱりカメラワークのこだわりっていうところもね、見どころとして楽しんでもらえたんじゃないかなと思うんですけども、ありがとうございます。これ今すごい、今一生懸命動いてるドリーの増井さんからちょっと今メモをいただきまして、聞いてますね、はい、この3日間で8キロ移動してるらしいです。8キロ、なんとこの半円ドリーで、この半円をありがたいです歩いてると。なるほど、じゃあ配信の方も行ってみますか、うん、はい、さあこちらですね、配信ブースになります。お疲れ様です。フィールドキャスターの田中さんですね。これはローランドさんから機材をお借りして2台ですね、 V8HD を使わせてもらってます、はいはいはい、後でまた見せますけど矢作さんの隣にも同じものが置いてます、はい、スイッチングします。ローランドさんありがとうございます。そしてこれは音声の田村さんですね。これお疲れ様です。今回2会場やったんですけど2会場とも1人で全部回してる、はい、ますね、ちょっとすごすぎますね。すごいです、はい、いつもありがとうございます。そしていますね、フォーカスしてる人がいますね。ここにフォーカスしてる人がいます。でこれはフォーカスを無線で飛ばして弊社の手打ちというものが ありがとうございます。目線いただきます。フォーカスをしております、はい、リハでは全然フォーカス合わせてくれなかったんですけど今日は合わせてくれました、はい、そしてまあ照明ですね、こんな感じで上からつってちょっとあっち行ってみましょうか。照明もいいですよね。いいですね。こう美術用にお借りして、うん、さっきドリを押していただいた、いただいてる増井さんにもこのクレーンを、あ、動かしてくれてる。これはもう完全に舞台演出というかその美術として、はい、そうです。実際に乗れるんですよ、使えるんですけど、ちゃんと使えるクレーン、3日間誰も乗らず、はい、美術として C300 を乗せっぱなしにしてますが回していません。非常に贅沢な使い方を非常に贅沢ですね。ただこういうところにこだわるのも、まあ、クリエイターソサイティのコンセプトといいますか、
そうですね、舞台上の美術とかももう実際撮影現場にあるようなもので組んでおりますので、うん、このライトがねかっこいいんですよ。何でしたっけ名前。ルビーセブンです。え、ルビーセブン、ルビーセブン、ルビーセブンっていうライトですね。これはですね、つけてないんですけどね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。裏はこんな感じになってますと。じゃあ戻りましょうか。お席の方よいしょ。でも本当にめちゃくちゃ少人数ですよね、はい、他の配信ではありえない人数ではあると思ってます、はい、でこれが C70 ロニー RS2 に載せていますと。さっき説明してくれたやつですね、はい。まあ、実際その撮影を考えた時になぜこういった、まあ、組み合わせだったのかっていうのはぜひ意図みたいなものを教えていただけると。やっぱりなんかこう楽しい始まり方にしたいな。あ、はい、でも矢作さんが司会をされるってことだったんで、はい、まあ、何でもやってくれるなと。クライアントにこんなやらせる、ね、撮影チームないですよね。クライアント様ですからね。監督 の演出の、ね、意向を、はい、ありがとうございます。歩いてなるべくね、お任せしている以上、まあ、うん、そういったところで協力できるように、まあ、一緒にいいものを作りたいなという思いもあったの で、はい、やってくださって。でも別の場所でスタートして会場に入っていくっていうのはやっぱ大変ですけど、はい、まあ、かっこいいですね、うん、かっこいいと思いました今回も。矢作さんが ありがとうございます。かっこよかったです。これはもう演出の おかげで、よかったです、はい。さっき説明するって言ったけど、うん、ローランドを撮ってなかったから、ローランドも一応そうだった。そうですね。このそうだった、まあ、司会者席にはそうです、ね、ローランドの V8D はこれもお借りして、こちらローランドさんありがとうございます。ありがとうございます。今後ともお願いします。さらにその切り替えをフットスイッチャーの方でできるようにしてるっていう。そうなんですよね。これが便利ですね。踏むだけでね。ローランドさんのご提案でご用意いただいた、はい、ローランドさんいつもありがとうございます、うん、今後ともよろしくお願いします。いやかましいな。ありがとうございます。はい、はい、機材紹介はこんなもんで、うん、まあ、これだけの、まあ、照明部、突起部入ってルックを作り込んで撮影もカメラワークもこだわってっていう中で、まあ、カラーの方もこだわっていきたいという、ね、はい、まあ、今回はでも大変でしたね、はい、なんかちょっといろいろ ね、まあ、準備時間もあれでしたし、はいはい、結局やっぱその照明も作って一、はい、回撮って、はい、それを取り込んでラットを作ってまた入れてそれを撮ると、はい、それで配信すると、はい、まあ、確かにそうです ね、まあ、今回はまあ、いろんな都合で、ね、都合上ね、はい、1日も朝当日の朝機材の搬入、うん、設営準備をしてもうその夕方にはもうライブ配信スタートっていう、うん、まあ、スケジュールなかなか特感でだったものですからね、はい、まあ、前回はなんていうんですかこのステージをちょっと部屋っぽくというか、うん、ちょっと隠れ家的なイメージで考えたんですけど、はい、今回はね撮影現場というイメージで、はい、撮影が行われているのを見ているディレクター、うん、まあ、もしくはクライアント陣っていうようなコンセプトで。なるほど。なのでこういったディレクターチェアがあったり、ね、そうですね、ちょっとモニターを、ね、はい、置いてみたりとか、まあ、そういうこともあってなんか、まあ、あんまりやりすぎない色というか、はい、まあ、ちょっとなんかこう高級感が出るようなあれですけどハリウッドみたいなハリウッドみたいなイメージざっくりしすぎてますね。そうですね、はいはい、まあ、でもやっぱそういうなんかこう色って結構こう楽しくなったりしてなんかこう感情が変わるじゃないですか、はい、まあ、確かにそうですね、ライブ配信このライブ配信で色っていうところはやっぱりこだわりたいってもともと思っていて、まあ、一般的にライブ配信っていうとやっぱり見やすさってすごいね大事だと思っていてその脚色した色っていうよりはその忠実なニュートラルな色を自然な色を出して放送するっていうことが、まあ、重要だったりするかと思うんですけど、まあ、今回逆にそれをまあ無視してというかそのあえてですね逆の方向に、うん、振り切ってもいいんじゃないかなっていうのが ね、はい、ありました。まあ、実際でじゃあどうやってラットを
やったかって、まあ、ラットをどう作ったかっていうよりは、はい、そのラットを作ってじゃあカメラに入れてどう変わるかっていうのをちょっと見てみましょうか。はい、ぜひカメラ？あ、先にパソコン。パソコンの方で大丈夫です、ね、じゃあちょっとパソコン切り替えていただいて、はい、ラットの作り方。ラットの作り方はいいと思う。ラットの作り方はいいですよ、うん、それは今は、まあ、こういう感じでちょっと本間さん、カメラマンの、ね、本間さんから拝借したラットをベースにして、はい、まあ、ちょっと顔立ちいったりとか、はい、ちょっとすごい顔で、ね、見てますけど、はいはい、まあ、実際の場所で撮ってみて、はい、でそれを、まあ、一回こっちに入れてそれを元に作って、で、まあ、これをこう、まあ、書き出しますよね、うん、皆さん作ったラットを書き出して、はい、書き出します、はい、で、まあ、書き出したデータを SD カードに入れますと。 SD カードに入れます、はい、書き出したデータ、はい、SD カードに入れます、はい、で実際こうね書き出したラットがここに入ってますと、はいはい、まあ、あの本当にもう慣れてる方、プロの方からしたら当たり前のことですけど、このラットを、じゃあ田中さんちょっとあの正面のカメラ、そうですね、今これでちょっとラットを入れる様子を、はい、少し実演といいますか。そうですね、新しい試みですけど、実際ライブで今、うん、まさに使用しているカメラに、ラットをインポートするところをご説明したいと思います、はい、そうですね、今あのメニューを、ね、表示させましたんで、はい、はい、じゃあこの CP の、ね、ところから一旦あれですね、ログの状態にしておきましょう。実際に撮れてる絵はこういう絵ってことですか、はい、まあ、今の設定はキャノンログ2、ログ2ですね、の映像になってます、はい、まあ、ラット入れてない状態ということで、まあ、ここにさっきのラットを入れた SD カードを挿して、はい、このファイル編集で、この色のついてない世界に、まあ、ログ2 C ガマットでルックファイル設定から登録しますと、はい、はいはい、登録しました。とこんな感じで、まあ、色が、はい、はいはい、ラットが入りますと、こういう形で、ラットを、まあ、インポートして登録して、はいはい、適用する、まあ、この状態でルックファイル機能というのは、まあ、収録もあの出力もこの映像が載ります。なるほど、これを4台ともにやるってことですよね、うん、正確には5台ですよね、 C70 も。あ、そうだそうだ、5台だ、はい、でもそれができるのがいいですよね、うん、まあ、でもこれもなかなか、だからそのラットを現場で入れて、はい、で、まあ、絵を見てみて、うん、ってやってたんですけど、まあ、初日がもうとにかく時間がなくて、まあ、今回かなりバタバタして、ね、まあ、それでラット入れて、まあ、見てみて、まあ、ちょっと もう始まっちゃうよ、はい、始まっちゃうよみたいな。そうですね、ギリギリの中、ギリギリで第1回が始まって、はい、いざ見てみたらあれ薄いぞと、うん、なんかちょっとやっぱりイメージしてたラットと違っちゃってるなみたいなことがあった、はい、でもこれの原因もやっぱりね、うん、その配信の怖いところかなと思うんですけど、はいはい、そうですね、うん、じゃあ次の回までにまた直して、はい、でまた入れてみてとか、でそれで調整していって、まあ、今ある感じができてますと。そうですね、なるほどですね。まあこのような形であの、まあ、カラーだけじゃなくて先ほどご紹介いただいた機材のところ、あと照明部の仕事、はい、特記部の仕事、各、まあ、配信もあの録音部も含めて、はい、あのお世話になりました。お世話になりました、本当に、はい、多くの、まあ、メンバーというか、はい、それぞれのメンバーがそれぞれの仕事をして、うん、あのまあ、この映像をお届けしているわけなんですけれども、まあ、全体をあのどうやってこう各チームをあの、まあ、まとめて、はいはい、実現しているのかっていうところをぜひ、はい、ね、お伺いしたいですけども、はい、まあ、自分の中ではこうまとめてるみたいな感じはないんですけど、はい、まあ、交通整備みたいな、はい、なんかあの後ろで今もう、はい、出してもらったクレーンを片付けてもらって、はい、もう終わるので時間が、そうですね、はい、そんな扱いですか、はい、でもちょっと早く出さないといけないんで、はいはい、これはもう僕が指示を出しました。あ、そうですか、はい、この今やっちゃってくださいって言ってるんで、はい、ノイズではないです、大丈夫、事故ではないです、はい、で交通整備みたいな感じでそれぞれ撮影部も照明部も、うん、特記も配信も録音も楽しくやりやすく、
はい、で楽しくやりやすい時に 120% ぐらいの力が出ると思ってて、もう本当撮影部だったら撮影だけに集中してほしい、はい、それぞれがそれぞれの仕事に 120% 出してほしい、でそれ以外のこうノイズみたいなものをなるべく処理するようにして、で、まあ、そういうのやってても結局、まあ、それぞれが 120% を目指すとぶつかる時があるんですよ、うん、同じ120を目指す上で、はい、まあ、そこを交通整備するわけですよ。何が面白いですか。今めちゃめちゃいいこと言ってますよ僕。いやすごい、はい、まあ、信号みたいなもんですよ。いいです、はい、信号ないと渋滞するでしょ、うん、これはでも本当に、ね、本当に大事な、本当に大事なことです。役職というか、なんかその我々特に UW において、 UW の現場において、その押川っていう存在はなかなか欠かせないもので、な、はい、いい回、いい回だね。もう褒めていくよ、はい、ちゃんと、うん、もう本当になんか押川がいれば、はい、とりあえず現場がなんかこうスムーズに動くというよりは、なんだろうね、なんか楽しくできるというか、大事なことですよ。みんなが嫌な思いをせずに、うん、いければそれが一番いいわけであって、まあ、時間がなくてバタつく場面とかがあっても、うん、まあ、そういう役割の人がいれば、うん、こう地に足つけられるとか。そうなんですよね、うん、だ僕がディレクションをするという時も、はい、やっぱりそのディレクションに集中したいっていう、はい、これはもう本当にいろんなクリエイターの方の悩みかもしれないです、ね、うん、まあ、やっぱり中にはすごい人付き合いがうまいとか、はい、なんかもう現場でもうまいことこういろんな人に接することができる人もいるとは思うんですけど、はい、僕は割と内気な人間なんで、はい、ちょっとね、現場では黙ってしまう。そうですね、というか、うん、話しかけづらいし、こうなっちゃうところがあるんで、はい、そこをやっぱりこういう人間が僕の代わりにですね、人に伝えたいことを声を大にして言ってくれて、うん、なおかつその人のケアもすると、あ、いろんな人のケアをして立ち回ってくれる、はい、でそしてなんか自分がちょっと面白いことをして、うん、みんなに笑ってもらえる、うん、そういう素晴らしい人です。なるほど、ありがとうございます。なぜそういう話になったのかは、いい役職ってことだから、そうです、ね、本当に必要な、こういう役職は絶対に必要だと思う、はい、現場において、まあ、撮影においては多分必要なことだと思いますよ、はい、交通整備は、まあ、確かにあの素晴らしい、まあ、照明技師の方、特技の方とか、うん、音声の方、配信の方、それぞれいらっしゃってもそれだけではダメで、そうですね、まあ、みんなで一つのものを作るという、まあ、場においてはやはりこう全体をまとめるケアも含めて、それこそ仕事だったらなおさらですよね。自分たちの作品でとかだったらそれはまあもしかしたらいらないかもしれないですけど、うん、仕事でってクライアント代理店の方とか、はい、いろんな方がいる中でクライアントの人にも面白がられる、うん、でこっちのクリエイターたちからも面白がって現場を楽しめる。なるほど。これってやっぱり必要なものですよ、ね、ありがとうございます。泣きそうになってきた、はい、いやちょっとここまでであのコメントいただいております。あ、いいですね、嬉しいですね。8キロお疲れ様です。8キロお疲れ様です。8キロ拾っていただきます。すごい設備とか実践的に勉強になりますという。8キロ座りっぱなしの本間さんとかもそう、ね、すごいけどね。ありがとうございます。交代すべきですよね。もうカメラマンの方々も大変ですよ、うん、ね、まあ、でもこうやってそのライブでコメントいただくのって、まあ、素直にあの3日間やってきて、まあ、これまでも過去 あの、うん、クリエイターソサイティライブでも いただいてて、はい、まあ、すごくあの嬉しいというか、そうですね、はい、まあ、そういうことができるのが、まあ、ライブイベントだと思いますし、でキヤノンクリエイターソサイティライブってあの必ず毎回アーカイブしてますし、あんまりそのライブで見て絶対見ていただく必要性ってそんなにあの視聴者の方にはないんですけれど、まあ、それでもなんかあの収録している様子をライブで配信しておきたいっていうぐらいの気持ちで、はい、なんかちょっと、まあ、酷な言い方ですけど、はい、ライブだと登壇者の方もなんかこう完璧にはできないというか、はい、そのやっぱりここで出てくる声なんて、はい、まあ、ある程度やっぱ何を話そうかなとか準備するかもしれないですし、はい、まあ、こちらからも
まあ、こういう内容でっていうのはあると思うんですけど、はい、まあ、実際その場で話す言葉っていうのは、うん、まあ、やっぱりよりリアルだと思うんですよね、はい、だから僕はライブの方が絶対いいなと、うん、まあ、最近はやっぱ配信とかも収録して配信する、はい、それを配信する、はい、もう果たしてそれいつでも見れるものが、まあ、もうこれもアーカイブになりますけど、はい、でもいつでも見れるものを作るよりは、はい、やっぱこう今しか、うん、今ここのこの場で起こってるものをどう作るかっていう方がちょっと楽しいですよ、ね、うん、まあ、なんか知識とか技術も今回見ててすごい勉強になったと思うんですけど、うん、はい、この生放送っていう状況で出るその人の、まあ、モチベーションとか、うん、どういうメンタルでやってるんだろうみたいなのが一番生放送だと出ると思ってて、はいはい、そういうのを見てなんかこうやる気を出せるといいなとも思いますね。なるほどですね、うん、まあ、やっぱりライブにこだわりたいっていうのはね、そうですね、結構強い思いというのはあるかなと思いますし、まあ、こういったクリエーターが一堂に会して、まあ、話をトークをするみたいな機会は、まあ、今後もやっていきたいというふうに考えてます。で、まあ、世の中的にその動画っていうコンテンツ、映像コンテンツっていうのが、まあ、どんどん溢れてくると思うんですよね、まあ、インターネットのインフラがもう整ってきてたりとか、はい、そういう背景もあって、はいはい、動画を作る人、映像制作者の方もクリエイターたちも数が増えてると思うんです。でも映像コンテンツって往々にしてその作り手はあんまりこう注目されないといいますか、はいはい、例えば映画であったらそのもちろん主演を務めたキャストの方とか映画監督の方とかは結構表に出て誰もが知ってる有名な映画監督とか俳優さん女優さんとかいらっしゃると思うんですけど、まあ、もちろんその方たちもプロの仕事をして一個の作品を作っている重要な役割だと思うんですが、はいはいはい、まあ、それをこう写し取っている撮影あるいはその撮影の方を支えている、まあ、チーフセカンドサードの方たちとか、まあ、照明部とかもそうですよね、はいはい、録音部のメンバーもそうだと思うし美術の人とか、はいはい、その制作者側はまだまだ、ね、スポットライトがもっと浴びてもいいんじゃないかなっていうのは、そうですね、はい、そういう人の話も聞きたいし、なんか、まあ、すごくちょっと前の時代に比べたら、はい、多分やっぱりそのフリーでやってビデオグラファーとか、はい、そういう言葉が出てきたのも、ね、ここ数年のことだし、はい、そうですね、ちょっとやっぱスポットライトもどんどん当たってきてるんだろうなっていう感じはするんですけど、はい、そうですね、やっぱどんどんこう自分で情報を吸収しないといけない、うん、確かに時代だと思うので、うん、はい、もう前からそうですけど、そういう時に何を見るかみたいなところで、このキヤノンクリエイターソサエティライブとかも、はい、キヤノンちょっと一回静かにしてもらっていいですか自分が片付けてとは言ったけどそんなカチャカチャ、自分で片付けてって言った言ったけどそんなカチャカチャされると今いい話してるんで、うちの福島がまあいいじゃないですか、あと大丈夫です、はい、すみません、すみませんありがとうございます、まあまあ、はい、そういうなんかこう、あ、まあ、ビデオグラファーとか、そうですね、そういう言葉がね、そういう方々がなんかその自分で情報を見つけるときに、まあ、こういうライブがあると、キヤノンっていう名前はついていますけれども、とはいえクリエイターのためのライブなので、はい、そうです、このカメラを買えみたいなことをやってるようなことではなくて、全然やっぱりそのいろんなクリエイターの方に登壇していただいて、こういうやり方でやってますとか、はい、そういうことをすごい大っぴらにじゃないですけどね、うん、なんか語ってくれる場なんで、そうですよね、もっと見てもいいんじゃないかなとは思うんですけどね、そうですね、もっと見てほしいですね、はい、単純にそのいろんなクリエイターの方たちがいると思うんですけど、ジャンルも含めて、はい、単純にその有名な、まあ、トップクリエイターに出ていただきたいとかももちろんそれを望むクリエイターがいる限りそういうこともしたいと思ってますし、ただ単純にSNS とかでフォロワーが多いだけの人とかを呼びたいとか、そういうふうには別になんか限定しようとかは思っていなくて、まあ、もちろんそういう方もぜひご出演できる機会があればお願いしたいと思ってますが、やっぱりいいクリエイティブを作っている
クリエイターの方のお話とかを、まあ、僕自身も聞きたいと思いますし、やっぱりクリエイティブで勝負しているプロの世界だと思ってますので、そういう人たちに少しでも有益な情報を出すっていうことが一番大事なことなのかなっていうふうに、そうですね、まあ、でも思いますよね。3回目とは言いつつも、はい、毎回別に次が決まってるわけではないんですよね。そうですね、まあ、4回目5回目っていうその予定があるわけではない、はい、そうですね、また機会があればって感じですね、はい、機会があれば、機会があればまたやる。すみません、あのご質問いただいてまして、カートに乗っている備品も紹介していただきたいということで、ぜひこれ、ね、俺よく知らないです、はい、見てみましょうか。じゃあ、はい、矢作さんがちょっと説明、矢作さんお願いします。そうですね、あのこちら あのイノベーティブに乗っている機材は、まあ、奥の方からこちらですね、EOS C500 Mark II の PL マウント仕様にして、まあ、スミレプライムとい うシネマレンズを装着しています。まあ、スミレプライムはですね、あのキャノンのシネマレンズとしては、まあ、これだけなんですけど、愛称をつけた、ニックネームをつけた初めてのレンズで、まあ、その愛称がスミレっていう愛称なんですけども、あの花の持つ柔らかなイメージが、あの、まあ、そういうルックになってるんですね。まあ、キレとか解像感だけじゃない、柔らかい描写っていうのが特徴のシネマレンズです。はい、でそして隣にあるのが EOS C70ですね。はい、これは RF レンズに2470を装着しております。でマイクは厚電の SGM250MX、 これはあのミニキャノンが直接入るようになっているガンマイクでして、まあ、C70 にぴったりなマイクなので装着しています。素晴らしい、はいはい、でこちらが C200 ですね。はい、にあのこちら EF マウントの仕様で用意している EOS C200 ですので、EF のプライムレンズ CNE85mmT1.3 というのをつけております。はい、はい、っていう感じでご紹介させていただいて嬉しいですね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こっちも一応、はい、ここにはあの EOS R3 を R3 ですね、はい、用意してますね。こっちにもスミレプライムをつけてたりします。高いんですか、スミレプライム。そうですね、お高い、まあまあしますけどまあレンタル、ね、していただくとワンデーそんなに高くなくレンタルできますので、はい、使ってみてください、はい、これすごい。やっぱ RF マウントの EOS R3 なんですけども、やっぱ RF マウントの良さってこのショートフランジバックでこうユニバーサルマウントになりうるところで、はい、まあ、変換をつけていろんなこうレンズチョイスができる、まあ、EF ももちろんですけど、で RF の良さもありますし、まあ、こういった PL マウントのレンズとかを装着するっていう使い方もできますので、うん、まあ、映像表現の幅がね、うん、非常に広いかなと、はい、RF の C70 を、はい、買って、あ、ありがとうございます。使い倒してますか。使い倒してます。ありがとうございます。いや本当にいいんですよ、うん、C70 は。 UW リンクも、まあ、C200 をね、あのキャノンのシネマカメラとしては C200 を最初に導入いただいて、はい、からまあ C70 という、まあ、先ほどの回でもおっしゃってましたけど、はい、やっぱ本当仕事にも使える、うん、作品にも使える、なんかすごいオールマイティーないいカメラが出たなとなりましたよ、ね、今一番いいですね。今一番いいですよよく海外のクリエイターとかワークホースって言って紹介されていてね、すごいまあ仕事で使えるっていうような、まあバリバリ使ってるっていうようなイメージだと思うんですけど、結構いろんな案件に使っていただいてるっていうのが印象で、まあ我々当然商品を出すときっていうのはその想定する用途というか、あのお客様のスタイルだったりユーザーのスタイルっていうのを想定してまあ商品って出すんですけども、まあそれを完全にあの超えてるっていうのが、超えてるというか、もっと広い範囲で使っていただいているというのが C70 で、まあもっとそのワンマンのビデオグラファーの方とかワンオペの想定をすごくしていたんですけれども、実際はその映画とかでも使われたりとか、まあ想定以上にね、あの広い用途で使われてるんですよね。ぜひぜひ見てください
暗いか。暗いな。締めって言われてます。八木さん。そうですね。もう締めの時間です、ね。もう、はい、あっという間に時間が経ちまして、まだまだライブでお届けしていきたかったんですけれども、あでも嬉しいですね。こうやってすぐコメントいただいてご紹介とかするとスミレって何だろうと思っていたので、はい、解説ありがとうございますとかっていう風に言ってくださったりとか、いいですね、ここにいるかのような、はい、いや本当ですね、できますから、ね、うん、でもこんな感じでそのユーザーとというかね、お客様と直接こうキャッチボールができてとか、でいつでも質問とかがありましたらクリエイターソサイティの、まあ、インスタグラムとかを通してご連絡いただければこちらで回答したりもしていますし、まあ、立ち上げて1年半ぐらい経つアカウントなんですけれども、まあ、結構反響とかメッセージもいただくことも多くてですね、非常にありがたいと思ってますし、まあ、今後もこういうスタンスでできる限りは続けていきたいですよね。そうですね、ライブがまたあれば、はい、機会があれば頑張りたいですね、はい、ということで、はい、お話ししてまいりました。そして3日間お届けしてまいりました、はい、キヤノンクリエイターソサイティライブ、ここで、皆さん、あのカメラです、はい、お開きになるかなと思います。次はいつかわからないですけれども、そうですね、はい、また次のクリエイターソサイティライブで会いましょう。それでは皆さんさようなら。あ、もう全然クレーン片付けちゃって大丈夫です。まだまだやってるの、はい、まだやってるのよ。ありがとうございました。ありがとうございました。